さあ飛ばしましょう。今度は6世紀、もう継体天皇のところに入っていきます。豊国最高の天皇と題名つけてありますね。で、この仁徳さんからずっと続きまして、その前のブレス天皇のところで後継者が途絶えますね。で、それで、大友の金村という人物が、大殿スメラミコトって後に言われるんですが、大殿ミコトを呼び寄せて、それで後を継がせるという意味で継体天皇という送り名の方がいらっしゃいますね。507年2月楠葉宮で即位、511年都筑宮、518年乙訓宮、526年言われ玉穂宮に移ると。で、この方が不思議な帝さんでしてね、出身がよくわからないんですが、とにかくなかなか大和の国に入れなくて、いいですか、もう大和の国、東の奈良県忘れ去ってくださいよ、ここですからね、大和の国、ここに入れなかったんです。で、やっと最後の5年間、在位の最後に5年間、言われ玉穂宮に入った、これが初めて継体さんが大和に入ったという年です。で、その言われ玉穂宮に入った途端にですね、翌年527年に歴史で習う祝いの乱が起きたんですよ。本質は継体の乱らしいんですがね。はい、あちこちから探し出しました。楠葉宮は多分行く橋の方の豊平家の宮、草場神社だろうと思われます。そしてその大和の言われ玉子宮見つけちゃったんですね、こっちに通ってるうちに。はい、稲荷神社、福智町、金田405番地、このお宮さんの鎮座するところが今でも玉子山っていうんですよ。そこに玉子山古墳もあるんです。間違いなくここが継体天皇の言われ玉穂宮跡であると私は固く信じております。肝心の宮司さん、1年先輩ですけど、高校の、まだ信じてくれません。はい、大事なことです。鳥居の向こう側を見ると、あの瓦三山、大和三山が見えとるとです。だから田川地区のかつての天皇さんのお宮は大体大和三山が見えるところ。なぜかというと、大和三山、特に一ノ岳、うねび山の東南に、あの大和王朝を始めた神武天皇さんの宮の跡があるからです。鶴岡八幡宮のとこだと思っております。だからその神武さんが始めたんですから、神武天皇さんのお宮の象徴とも言うべき瓦一ノ岳が見えるところ、うねび山が見えるところにですね、どうも歴代天皇さんのお宮があったらしいんですよ。こっちへ来て探すうちに、だんだんと確信が深まりました。さあ、その継体さん、もう一つの大業績があります。この国で最初の年号、元号を始めた方なんです。これはもう歴史の教科書出てきません。これを古代乙年号、古代に失われた年号とかですね、それから九州王朝論を唱えた人たちが、九州年号とか言うんですね。主に鎌倉時代のお坊さんたちが、たくさんの本を残してくれております。さあ、活字に来ました。はい、で、皆さんの資料にもありますので、また後でうちでゆっくり読まれてください。ちょっと虫眼が必要かもしれませんが、西暦522年、継体16年、前期から始まりますね。一番下だけ見てください。これが年号です。上に西暦書いてますがね。さあ、ずっと前期昭和というふうにこうずっと続きますね。で、その間天皇も見てください。継体、専科、欽明、微脱、朱子、推古。はい、もう一つございますね、続き。はい、推古、序名、高徳、斎名、天武、持と、文。そして皆さんご存知の大宝という年号、701年出来上がりますね。この701年からの年号は日本史の教科書出てるわけですよ。で、日本史の教科書の後どういうわけか、漏れた白鳳とか朱雀とか、
それからもう少し前のこの辺りのどこかに大化というのもあるんですがね、大化の改新の大化もね、まあ、とにかくこういう年号群が確かに存在した。で、面白いことに豊前の田川地区のお宮さんなんかに、時々お寺さんでもいいですけど、この年号出てきますよ。この前福知町のさっきの阿賀野の報告寺ですか、あそこ行ったら白鳳という年号書いてありましたよ。白鳳年間にできましたよってお寺さんの看板書いてありますね。はい、今度皆さん阿賀野今日報告寺行ってみましょう。 書いてありますよ、白鳳が。さあ、その慶泰さんを迎えた大友の金村さんですけどもね、この方も結構長い間6代の天皇に仕えたというね、家来なんですよ。まあ偉い方なんです。で、この大友の金村さんを探しておりましたらですね、ここで田切と出会うわけです。これ豊前市の金村神社の方ですね、糸田村にあり、今昔説に大友の金村を祀る、この村水無きを憂いて降伏をして山を穿しめ、自ら矛にて山を刺したも、それより水いずると言えり、金村は大臣へぐりまとり、それからその子死病も中止、仁建天皇、それからの御代から欽明天皇の御代まで6代の御代の長身に仕え、奉り5つの御代の間、大村氏と名乗りし人なりとありますね。その子がまた実彦という人物で、これは歴史上有名な日本書紀にちゃんと出てくる大人物でございますね。それが糸田の町の田切があって、そこに金村権現というお宮さんがあって、そして糸田町の役場の北の方にも金村神社があるわけです。早い話が大友の金村糸田に寄ったわけです。これもやっと見つけましたね。そしてこれ糸田町のどっかの先生が出された絵本でございますね。やっぱ矛持って刺した、でそこから水が出た、人々は助かった、こういうお話でございますね。さあ、その方が欽明天皇の御代まで使いましたけど、まあ欽明天皇の時に失脚するんですね。その失脚した時期が大体分かっております。で、この欽明天皇さんが都を移します。そこからが飛鳥時代の始まりということで、この前6月にありました聖徳太子の招待関連しますけども、まず、四季島の宮に移りますね。四季島の金指の宮で、これが福知町の金田のに四季島という交差点がちゃんとあるんですね。最初はこれ探しに行ったんですよ。そしたらこの四季島のところに、その稲荷神社さんが神幸祭の時にここをお旅所としてるって話を聞いたんで、じゃあ稲荷神社行かなって言ったら、あら、これはまた立派なお宮さんがあるぞって、それでそこの安倍宮司さんにお聞きしたら、いや、この宮は玉穂山にあるんだっていうから、えっ？って思った瞬間に言われ、玉穂の宮が見つかってしまったわけです。で、この人のすごいところはですね、ここに書いてありますように、まず四季島の宮に、金指の宮に遷都するんですが、この時にですね、筑紫野川の和の郷で有名な和を武の現孫牛次が金指の宮の行復興して安の標徳となっているということで、筑紫野川の和国王、これが祝いにあたるんですね。先ほどの祝いです、慶泰の時の祝いです。だから和武の次がまだあるんですね、哲がね。この和国王がその武の現孫、哲の孫、祝いの孫の時に和国王から標徳に降り立って、松野村寺啓二という、これも日本史の教科書では普通出てこない資料なんですがね、そこにちゃんと書いてあるんです。だから福岡県には筑紫の国と豊の国、それぞれに王様もしくは天皇がいたらしいんですよ。で、慶泰さんが祝いをつけて、で、その祝いの孫の時にもう王様で亡くなって標徳になったっていうんで、一応豊の国が福岡県あたりを全部こう牛耳ってしまうわけですね。
だから先ほど、継体天皇が、豊国復興の王だと、天皇だと書いたわけですね。その金明さんがですね、ここにいたわけです。敷島ここです。で、稲荷神社はこっちのこんなあれですね。で、この稲荷神社さんがありますところのここがですね、あの福知町から出た横穴墓、城山古墳横穴墓の場所です。ほら、考古学的の大変なものが出てるでしょ。先ほどの小林さんと同じです。田川っちゃすごいとこなんです。さあ、その金明さんが今度はあの1行目、何は法律の宮に入れますとあります。何はの法律に都を移しちゃったんです。で、この時に大友の金村が失脚してしまいます。だから多分大友の金村はこの失脚した時に、この田川の糸田町に自分のもともといた場所に隠居したんでしょうね。さあ、その欽明天皇さんのところで大事なのはこの552年というところです。「日本書紀」に書いてあります。「百済の清明王が仏像と経文を献上しましたよ」と。それで蘇我氏がこの仏教を受け入れます。ところが物部氏は神道を大事にする家柄でしたから廃仏派になります。これで蘇我氏と物部氏が激しい対立を起こします。で、そうこうするうちに人民が疫病で疱瘡天然痘らしいんですが、死んだことから物部の起こしは仏像を難波の堀江に捨てたと。で、蘇我の稲目が建てた伽藍を焼いたという、こんな大事件が行橋の方で起こります。で、その堀江という場所、難波の堀江というのは、これも大阪ではなくて行橋です。そこに龍松という地名がございます。これは赤村のところで、犀川、今川が90度折れ曲がっておりますね。折れ曲がっていった先が行橋の龍松です。で、もともと川じゃなかったんで、あそこに水が溜まって水田を浸して、人々は道を歩けずに船で往来した。そこで先ほどの悪者の大佐々木天皇、偽物の仁徳さんがですね、北の海に堀を掘って海に流したっていうんですね。その龍松という名前がちゃんと「日本書紀」出てくるんですよ、仁徳天皇記に。それ私一つ一つ丹念にもう一行一字一句読み通したから、こういうことが出てくるんですね。だからちゃんと龍松行橋に残ってんですね。だから今川はその偽の仁徳さん、私に言わせると、大佐々木さんが、しかし最終的には人民のために掘ったやっぱ堀ですね。だから大阪には当然ないんですよ。大阪に仁徳天皇陵あるわけない。偽物であれ本物であれ、みんなこっち。ここです。これが有名な飛鳥時代です。それで、その今川、あれは犀川ですけどね。